皆さんこんばんは、ジャッジメント続きやっていきたいと思います。いや、なんとかこんだけの負傷で取り返すことができました。一旦ね、拠点の方に戻りたいと思います。あれ、よし、拠点の方戻ってですね、そろそろですね、これ86%でやばいんですよ。で、研究資料が手に入りましたので、2つ手に入ったんですよ。あれ？あ、持って帰ってこないとダメか。ワールド部隊が持って帰ってきました。はい。解散します。はい、みんな戻ってくる。タスクがないなんて言わせない。で、これで、後方支援ができるようになる。まずね、金属加工でしょう。鉄の守護。え、何、研究キットとか必要なの？採鉱できないじゃん。加工できてもじゃあ。そういうこと？取れはするのかな？これ未だに、これ病棟ですら作れてないっていうさ。非常にまずい状態なんだけど。で、コンロこれ何調理できるんだろうね。いまいち分かってないんだよね。ジミーに至っては仕事ねえって。持ってないよ。みんなそれぞれ仕事ついてる？カチャさんもタスクねえって。伐採っていうかさ、あれやってほしいんだけど。これ。個人のタスク管理。これでダメ？あとなんかあるかな？ドミトリさんは科学研究とかは良さそうですね。クラフトでしょ？最高がいいのか。建造クラフト。そうだね。とりあえずクラフト優先順位を上げとこうか。あれ、仕事やってなくね？オートクラフト。20。ああ、パン作れるね。オートクラフト。10。火薬、溶鉱炉が必要だね。これさ、マジでどうしてこれ作ってくんないの？これ作ってくんないと困っちゃうんだよね。こんなもん。で、研究はガンガンやってもらって、他になんかあったっけ？武器、鉄の武器。グロックね。作れるようになるのはいいけど、あ、どっか弾関係ないんだっけ？これ早めに作った方がいいのかな。まあ、その前多分これ来ちゃうから、金属加工できるようになって、火薬、インスタントアーマー、金属鋼。金属鋼っていうのはこれ建造じゃないの？適正偵察部隊が付近で発見されました。インプ5。インプが5か。ジミーはちょっと生かすのがきついから、こすっか。承認。攻撃。
インプ5ならね、まだこれあんだよなーとか、敵の数多すぎんだろ、マジで。全部戦えってわけじゃないんだろうね、多分ね。ここら辺は臨機応変に回避しながら戦ったり、場合によっては撤退したりとか、そこら辺のスキル持ちをうまく多分使っていくんだろうね。早速いたな。はい、撃って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 。はい、撃って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 。よし。インプだったら大したことないからね。角待ちが怖いね。出会い頭がちょっと怖いです。さあ行こう。これは脳筋でもいけるよね。危ない危ない。ほい。あと一匹。グロック欲しいな。多分ここら辺さ、弾関係ないじゃん、今。だグロックさえ手に入っちゃえば、早めに倒せんじゃね？よし。さて、ワールド的にはでも、あ、76まで下がってんね。グロックが欲しいから、研究材料はもう一個正直欲しい。武器のパーツ。デーモンの強さがわかんないけど。ハーブ。もうウールがないから何も始まんないけどね。ちょっとこれデーモン行ってみようか。せっかく今4人出てるし、発見率下がったしね。これなんだこれ。ああ、軍事基地か。まずはここ行きましょう。これ絶対あの、ブロック。どうなんだろうね。まあ、攻略とか見てないんでわかんないですけど、やっぱ銃持ってた方が強いね、絶対。悪魔相手に。それだけはわかる。あ、ちょっと待って。事前にセーブだけさして。セーブ必須よね。よし。極力戦いたくはない。ダメージ14で HP81 なんでしょ。デーモン完全体、地獄の一般兵。戦わずに行けんならちょっと行きたいね。サイドして、足速い人がおびき寄せるという手もあるよね。カティアさんお願いします。そう、これ誰も隠れてない状態やばいからね。はい、マイケルいないとやばいか、視界的に。よし、早く取って。はい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 、はい、よし、缶詰の丘。堂々真正面行くの怖いね。大丈夫かな。ああ、あんなとこにある。はあ、そうです。いやない、いやない位置にあるね。来るかな。やばいね。地獄の一般兵。痛い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 。殺
殺される。ああドミトリ死んだ。よくない。待ちな、ちょっとロードさせて。さすがにね、人が死ぬのはね絶対ダメな気がする。人だけはちょっと殺したくないんだよね。西もやっぱ強いね。これ行くとこ間違ってんのかな。何か手順違う？防具が圧倒的に弱いとかそういうこと？こっちにしようか。こっち何いる？ウェアウルフ、サキュバス、ゴースト。これもやばいよね、正直。いやもうやべえとこしかないんだよね。ウール手に入れるの命がけなんだけど。4体と言えよ。44で勝てるようなレベルじゃないかね。どうしていこうか。結構視界が広いね。いやさ、一直線にあいつら向かっていくんだよね。よし、危ない、あぶねえ。一直線に向かってきたわ。アイテム上にあるね。あぶ、あ、やばいかも。あ、痛い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 。やばいやばいやばい。あっぶねえ。怪我は手に入った。強すぎんな。これもう帰んないとダメか。簡単に手に入るようなんてないよ。で戻ろう。いやーマジで早くウール手に入れないとまずいね。ウール手に入れるための準備してる？レンガがねえんだ。これよ。あれ石材。借り入れやってのもいいけど、ちょっとジミーこれ取ってもらえる？あ、井戸変な位置立てたな。これ。これ。よし。これで通りが良くなったね。はい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 。きれいにしていきましょう。しばらく内製した方がいいかな。足りた？建造するのに必要な。足りたね。どうに置こうか。こんな感じに置いとく。これは縦になるからね、こちらが。研究125、水の管理、使用量マイナス 10%、 後方支援、レザーベスト、衣服、衣服ねえとやべえかな。鉄の武器、
カルトはまだね、儀式に至っては、これはオカルト研究材料がアンロックされ、イニシエの儀式が使えるようになりました。これらの儀式は多大な恩恵をもたらす反面、効果であり実行に長い時間を要します。もう祭壇を行うとなんかすげえ必要だけど、まあなんか必要になるんでしょう。木の盾使えるようになったか。3個ぐらい作っとこうか。そう、金属があればインスタントアーマーができるから、やっぱりこれを早めに立てて、ん？俺製材所なんて作ってないよね。あれ？あ、俺やっちまった感ある。欲しかったの溶鉱炉なんだけど。帰ってくる？あ、帰ってこねえわ。帰ってこねえわ。えぐい。溶鉱炉が欲しいだけだったのに。誰か掘ってくんねえかな。アビゲイルさん、ちょっといい？採取してもらっていい？アビゲイルさん。やばい、急いで作んないと。はい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 、よし。あ、やべ、建物内作んないとダメだって。あ、そういうこと。あ、どうしよっかな。建物内に作んなら、お家から建てるか。あれ、木材ない？いやー、建物から建ててーなー。どうなってる？木材は？拠点インベントリー。ちょっと待ってね。木をさ、ここでやってくれっかな。あ、全然やってくれない気がする。これオカルト研究中止。伐採タスクカスタマイズとかなんかある？ないね。ああ、一斉に行き始めた。はいね、丸太小屋。いや、建てられるスペースがねえわ。ここら辺建てちゃうとさ、埋まっちゃうからね、資源が。そうね、ここら辺に建てんのいいかもしんないね。はい、開けてもらっていいですか。耐久。さあ、掘って。この岩邪魔だね。はい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 。タスクの、あれ、個人のタスクの割り当てってなってるもんね。なってるから勝手にやってくれるもんだと思うんだけど。いいね。なんかうまく動い、やっぱ動いてくれないね。なんでだろう。
優先順位も何もさ、もう適当にやってくれるとありがたいんだけど。なんでだろうね。石採取にしてんだけど。あとあれか。タスク作成で。そうね、ここら辺。ここら辺もがっつりやってもらうのと、これの石も邪魔なんだよね。ここでやってくんねえかな。ほら、仕事してねえよ、こいつも。あ、できた、できた、できた。手動割り当てにしっかりダメだな。一旦こうしよう。え？何もやってない？いや、そんなことはないね。やってるね。自動割り当て。空いてるスペースを右。空いてるスペース右クリック。よし、行こうか。いや、棒立ち困るんだけど。マジで仕事してくんないな。なんでだろう、これ。インベントリ管理これやってるでしょ？ 50 から100とかいろいろと。木材も。200とかにしとけいいや。石材まだいけんじゃん。30でしょ。ここから35ぐらい、36ぐらいに勝手にしとくでしょ。これで動いてくんないの。オフにすると直接割り当てた。だってちょうどこれにすれば。何、働いてくれないじゃない。ままならないものですね。これじゃ1個ずつしかないんだけどね。どうしたもんかね。ほら、仕事辞めちゃうの俺。タスクなしっこになっちゃうんだよね。勝手に動き始めた？あ、また来た。ワイヤーインプットね。キキキ。さあ、倒しに行こう。この遮蔽物ってやっぱ結構有用なのかな。正直デーモンめっちゃ強いからね。ちょっと強めですね。見ろ。はい、来た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 。はいはい。はい、オッケー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 。よしよしよし。
おびき寄せる感じよね。わざと見つかって、はいはいはい。よし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 。これよ。わざと見つかっておびき寄せる。いた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 。はい、撃って撃って。よし。こういう作戦もいいですね。おびき寄せ作戦ですね。ワールドマップどう ?84 に下がった。これやり続ければ、まあ、あれなのかな。もうちょっと時間稼げる。ちょっとしばらくこれでつなぐか。早く作りたいんだよね。戻ってきました。眠る畑管理。マイケルなんもねえって。マイケル。建造。これとこれの優先順位上げればやってくれる？やらないんだよね、この人。これ困っちゃうなぁ。優先順位としては？仕事やってくれないから困っちゃうんだよなぁ。あ、なんかやりに行った。あ、いいねいいね。どんどんか買ってやって、買ってやってて。はい、食べて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 。なんかやった。やりに行ったやりに行った。アビゲイルが仕事がない。そんなことないでしょう。無駄に過ごしてる時間が多いんだよな。ほら、タスクねえって。仕事割り振ってるはずなんだけどね。なんだろうね。こうするとさ、増えるんだよね。なぜ？まあ、ないからできないか。で、あれ、溶鉱炉、溶鉱炉作る前に俺、丸太小屋作るとか言ってたんだよね。で、向きを変えるには、コンマ。ああ、向き変えれるんだっけ。ちょっと木掘らねえとな。はい、掘って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 。はい、掘って掘って掘って。寝始めちゃったな。オフにするとってこれ今オフ状態なんだよ多分ね。こうすればいいんでしょ。本来この人もこれ状態なはずなんだよね。ただこれやってくんないと困んな。ドミトリ。あ、なに、ここら辺もさ、あげれたのか。もしかして、農業速度とかあるけど。射撃技術2とかこれ上げられんの？テックウェポン。上がるわ。ちょっと思いの外やり方見せてたかもな。
トレダが来た前に、はい、立てて、何欲しいかな。信号銃たっけ。デモナイト棒、ヒット時呪縛状態、これ強くね、多分。魔除け、これが使い方わかんないんだよね。軍医キット、使い捨てで治療ができる。いや、デモナイト棒が欲しいね。まあそれに類するものがあるかと言われると、ちょっとね、差し出せるもんがなさすぎるね。木の盾、これ売っちゃうとさ、いや無理にしてでも欲しいとこだけど、ちょっときつくね。布を売ったところで大してあれにならないよね。全然足りないんだけど。木の盾売っても届かないわ。ダメね、買えないわ。金作2のなんだろうね、そうなってくると。そう、今度そうなってくるんだよね。お金稼ぐには何がいいのよとなっちゃうわけですよ。はいはい、きれいにして。来るぞ。この来る状態にして今、近接部隊は木の盾を。あ、まあ、木の盾を。よし。鉄の武器もないまま来てしまった。ちなみに売れるもん何？板に素材、ああ、双眼鏡いい値段で売れるんだよな。600、高いね。消費アイテムは正直使いたくないんだよね。600か。ちょっときついね。きついですよ。はい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 。はい、来てるの分かってる分かってる分かってる。ああ、もう来るぞ、もう来るぞ。さあ、始まる。防衛準備。ああ、ここで一応準備ができるわけだ。左からファイアインプさん、右から小型デーモンが来ております。小型デーモンの方はインプとファイアインプでしょ。マイケルとカティアで防衛に向かえ。防衛モード。あれ、誰かいないね。アビゲイルさん全然。さあ行け。はいはい。は
はいはいはい。よし。アビゲイルさん何もやってねえ。よし、お仕事みんな戻ってね。何事もなかったかのごとく。だ本来はこれやるために、あれか、もう周りの木とかこれ切り開いといた方がいい感じがする？で、自分たちのあれをもう、やっちゃった方がいいんじゃないかな。木でさっぱりしといた方がいいかもしれないね。これ伐採しといた方がいいかもしれない。そうすると、極力上位素材にしといてほしいから、板のクラフトのこれを36じゃ足んないから、もう100とかにしとけばいいよね。ロックを開けるためのツールはスクラップを探してみましょう。ブラックボックス。正しいツールがあれば解錠できそうです。マジか。大したことなかった。材木の切り倒しもやんないとね。そう。収集限度200にしてくれ、やってくれるかな。これどんどん強くなってきちゃうからね。すごい勢いで開拓していく。はい、これ作って、みんなとりあえず仕事し始めたね。下手にいじんない方がいいね。で、溶鉱炉ができたから、これで初めてレンガ、こちらですね。これができるようになります。で、研究が凄まじいことになってる。鉄の武器で、早めにこの収集効率、これ上げといた方がよかったね。即席爆弾すぐ使わないでしょう。消失パウダー、メタルアーマー、鉄の盾、これが必要になってくるね。さあ、作業効率上げて、レベルアップして。カーティアさん、なんだ、ここら辺取れないと思ってたけど取れるんだね。だったらもうこっち取るべきじゃん。偵察やってる場合じゃなかったわ。さあ、我々は鉄器時代へ急いでいかないといけない。羊牧場も作れるようになったね。どこに作ろうかな。家の周り置いといた方がいいよね。で、これの粘土も邪魔だよね。取っちゃおうぜ。あれ、粘土採取ってこれじゃないの。あれ、ないね。あ、でも粘土のあれを指示出しちゃえばいいか。これ火薬作っといた方がいいのかな。あ、売り値になるね。ちょっと火薬もオートクラフトしとこう。40ぐらいにしとこうか。ファーストエイド作りたいし、インスタントアーマーいろいろと足んない。で、あれ、なんだっけ、俺、粘土採取とか言ってたよね。粘土のタスクがないんだよね。なんでだろう。最高じゃないもんね。粘土採取どうすんだろう。拠点インベントリーに粘土ってない？ないね。まあとりあえずこれで
溶鉱炉ができたってことは、そう、これができるようになったでしょ。羊、お羊さんもちょっとね、そうじゃなくて、あ、これで入れられるね。ちょっと一個ずつになっちゃうけど、これにきれいに片付けといてもらおうか。よし、これで今粘土が出来上がったから、拠点インベントリのこれで粘土の指示を出せるはず。よし、周りきれいにしてってもらって、これも邪魔だね、スクラップも。マイケルか。だからこれ結局あれやるべきだったな、戦闘する人とそうじゃない人で分けるべきだったね。この子自身の能力自体がクラフト速度が 60% 回避、研究採石、これ上げとくか。本来は特化した人間を作るべきだったね。こんな回避取ってる場合じゃなかった。研究速度40でしょ、だからこれ研究速度上げた方がいいよね。ある程度うまく回ってきたかな。でここら辺を削ったら羊もちょっと増やしたいね。探検も行かないとまずいけどね。羊からウールが取れるようになると何できるんだっけ。金属鉱、あ、これ作れるようになってる。え、あ、何取れる場所、新しいもの作れるようになったね。金属鉱が取れるようになりました。いいですね。どういう風な防衛構築していくかだね。ここは敵畑こうやって作っていくからさ、敵来る場所こっちなんだよね。だいぶ敵限定的にできるよね、今のこの形で。あれ、これどうやって取んの、これ。ああ、これはだから取っとかないとまずいんだよね。いずれ資源となるから。敵の通り道を作るという意味でも、羊をあえて、こう置きます。そうすると敵がこう通ってくるとき、うちらは撃てるはずなんだよね、多分。そういう通り道の作り方を作っていけばいいんじゃないかな。正直野菜もっと作った方がいい。木材足んない。木足んねえじゃん、全然。木が足んないから、これの木全部いらねえな。よし、食料はとりあえずこれで問題ないね。で、水の数減ってきちゃったから、糸立ててあんないとやばくなってきたね。やべ、最初にぶっ壊したの痛かったな。井戸立てないと水なくなっちゃうわ。レンガ作ってる？レンガの前に火薬作ってんな。クラフト。まあこれ作り終わってからでいっか。水どこに作るかだね。さあ火薬がとりあえず作り終われば
売り物として使えるでしょう。で、ウール、あ、ウール取ったな、今。ウール取ったなら病棟作れない。あ、ウール足んねえ。ウールが足んないねえ。羊さんもうちょっと頑張ってもらわないと困るね。救助車来た。救助車が来たところで、ファーストエイドね、生存者の。治療 20% か。まあちょっとあれだけど、とりあえずワールドに救助者がいるんで、今いるメンツなんだっけ、みんなコンポジット棒。大丈夫か。救援チーム派遣。よし。敵は3人だな。ウェアウルフだけ早いからめっちゃ気をつけないといけないよね、あれね。とりあえずここら辺に陣取るか。大丈夫かな。ちょっとカティアさんで見に行きましょう。なるほど、救援車こっちですね。おいで。で、そうね、マイケルでこれやっといてもらって、大丈夫？敵の姿見えてないよね。大丈夫かな？早く救出しよう。来たわ。犬っころ来た。よし。ウェアウフ。よし。行け。よし。まだ来るっぽくね。これ見つかったのか。これ見つかってんだな、多分。あー、ウェアウル。来た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 けど、おい、ぶん殴れ。よし。ほい。どうせ。ほい。オッケー。うわー、まだ見つかってない？ヘルハンド上から来た。あ、大丈夫そう。危ない危ない。ほい。よし、キスキス。アレックス。アレックス。さあ、逃げよう。変化。なんか持ってんね。はいはいはい、人数増えました。はい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 、めっちゃ倒してる。やっぱ戦い方か。とりあえず拠点の充実させていこう。はい、ワールド戻ってきました。アレックスさんの武器か。やっぱなんだかんだ言って遠距離だよな。この人のスキル自体がなんだろうね。学者か。非戦闘員ですね。
とりあえず弓でも持っといてもらうか。必戦闘員なら。よしよし。ということでね、とりあえず今回もここまででいいかな。相変わらずやっぱね、飲料水とかこうなくなってくるじゃない。そうなってくるとやっぱりね、研究の中でもね、やっぱこういう水の管理とかも必要になってくるから取れるうちに取っちゃおうか。必要管理。研究はやっぱやっといた方がいいな、多分ね。医療品。石造りの家。意味あんのかな？コロニー防衛。監視塔。カモフラージュ。早期警告。ガーデニング。ハーブね。雨水収集。何優先するべきかわかんないんだよね。で、鉄の武器がアンロックできて、なおかつ、金属採鉱？これでさ、金属掘れるようになったわけでしょ？これはもうさ、もういくらでも取ってくださいって感じじゃない？で、この金属から今度何を生み出してくれるかですよ。生存者の移動を大きく制限しますが、遠距離攻撃を完全に防ぎます。場合によってはこれもいいのかもね。ウールが足んないでしょ？バリケードね。これどんな感じのもんなの？ああ、こういう感じ。細かいところに使うのいいかもね。で、そう。俺結局何欲しいって言って、これよ。これが欲しい。研究材料があと1個足んないと。これをね、ちょっとね、取りに行きたい。まあ、メンツ的には今の、このメンツの4人で、なんとかしてですね、研究材料をいただいていきたいわけですよ。これいっぱいあるんだよね。右下はどうやら病院マーク。医療品が数多く手に入るところが多いみたいですね。ここはやべえな。ヘルハウンドはやべえな。ここなんか良さそうなんだけどね。武器のパーツ欲しいけど、まず研究材料欲しいね。ここの辺行ける？学校。ちょっと地味にきついんじゃない？悪魔付きリーパーサキュバス、ちょっと厄介だよな。こっちの方がまだいけるかな。まあ、ということでね、とりあえず次回はこの研究材料、まあこれ取らないと先にどっちにしろ進まない。いくらこの研究の科学研究してても結局新しいものに手を出すことができないので、新しいものを手を出せばこうやってね、金属鉱を作れたり、そのうち別のブラッドルビー取れたりとか、鉱石資源が取れたりというふうになると思いますので、研究しながらまずね、10目指したい、グロック。で、多分10作るのに、まあ、当然武器のパーツ必要になるわけじゃないですか。じゃあその先に武器のパーツは、探索でゲットして、まず銃1個作るとかね。まあそういうことやりながら、まあ近づかずに敵をね、倒せる手段をね、ちょっとね、確立していきたい。あとここら辺敵が来るのをこう、制限できるような感じにして、まあなるべくこちらが有利になるようにね、できればなと思います。だこっちの方、場合によってはもう、埋めちゃっていいよね。こういう感じに、こういう感じに埋めちゃって、もう敵が侵入できないようにする。多分壊してこないんじゃないかな。うん。まあそういう風に感じながら、ちょっと防衛をうまく、こういう畑とかで防衛をしながら、こう攻撃できるようにしたりとかね。ちょっといろいろと考えながら、やっていけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。